はい、ライブのニュースをご覧の皆様、こんにちは、堀江貴文です。ということで、今日はですね、就活生の、SNS のアカウント、裏アカですね、裏のアカウントと書いて裏アカ、裏アカまで含めてですね、その変なことしてないかどうかをチェックする代行の会社に頼むケースが非常に増えているということで、その件について解説をしたいと思いますが、まあそもそも僕は就活否定派っていうか、なんだよ就活って、就職活動って何でも活つけりゃいいってもんじゃねえんだよっていうふうに俺は思ってる派で、もう妊活だのパパ活だのもう何でも活じゃねえかよお前らって、活好きだな本当にみたいに思ってる、活活活活言ってんじゃねえよっていう活否定派なんですけど、はい、まあ割と就活って割と活系で言うとオリジナルですか、よくわかんないんですけど、僕はあのライブドアって会社の、このね、電信のね、会社の社長やってた時から、新卒採用とか、既卒採用とか全然区別してなくて、来たやつ今から来ればいいじゃんっていう感じです。で、なんかよくわかんないんだけど、大学生でバイトしてた子が、いや、ライブドア就職するんですけど、なんか、学部の、なんか事務の人から、内定通知書もらってこいって言われてたんですけど、もらえませんかねって言ったら、なんだよ、そんなもん出すかバカって言って、意味わかんねえよと、お前、半年後に入社するとか、今すぐ入社すればいいじゃねえかよっていう。半年経ったら何が起こるかわかんねえぞ、1年後なんか何が起きてるかわかんねえんだぞ、お前、阪神大震災とかですね、東日本大震災とか、まあ、新型コロナウイルスとかいろんなことあるんだからよ、お前、1年の先のことなんかわかるかボケって思いながら、なんかそういう変な内定なんちゃら書みたいに出してあげましたけど、もう内定とか意味わかんねえって俺は思ってます。まあその上で、正直だから今人を雇うのって結構リスクなんですよね。そいつがもう、だから俺だから結局、こいつメンヘラかどうかとか、そういうのしか見てなかったっすもん。で、一応採用の中、採用活動って、なんていうんですかね、前の会社がでどういう働き方をしてたかとか、そういうの調べたら違法なんですよ、一応。なんでそういうのも調べてなかったし、でもその反社チェックみたいなものは、一応なんかそういうなんかデータベースみたいなのがあったんで、そういうのをなんか使ったりとかしてましたけれども、そうですね、 SNS の裏垢とかでなんかよくわかんないけど寿司ペロペロしたりとかしてたら、それは嫌だよね。それだから、それはまあ自己防衛としてそういうことをやるっていうのは、まあこれからスタンダードになってくるんじゃないですか。特に上場企業とかはコンプラうるせえから、それはね、やらざるを得なくなりますよね。人を雇うっていうのは本当に大変なんで、まあできればね、もうチャット GPT-3 みたいな、もう AI になってほしいですね、9割以上が。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。以上になります。